はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあタイトルの通りなんですけどもね、僕実はね、牛乳と魚はね、ほんまはね、大好きなんですよ。まあ、魚をね、毎日食べるのはね、まあ、僕はいいんですけども、あの家族が飽きてしまうのでね、毎日のおかずにはね、出すことができません。そしてね、牛乳はですね、あの乳脂肪分っていうのがですね、あの動物性コレステロールがすごいたっぷり入ってて、まあ、今は病院から止められています。まあ、別にね、飲みすぎなかったらいいんですけども、あの好きすぎてね、こうついついこう一回手を出してしまうとですね、もうついつい3倍も4倍もね、飲んでしまうのでね、我慢しております。あのね、3倍も4倍もね、飲んでしまうということはね、約ね1リットルのね、あのパックあるじゃないですか、牛乳パックね、あれをね、もう1本ね、丸々開けてしまうぐらいね、好きなんです。だからね、もうね、我慢してるんですよ。なのでね、カルシウム不足になってしまってる気がするんです。ということでですね、牛乳と魚以外でカルシウムを取るというお話をしていきます。まあ、皆さんの中でもね、牛乳が苦手、むしろ嫌い、もうね、あの魚が苦手、むしろ嫌いというね、このような人たちでもですね、簡単にカルシウムを取ることができる食材、まあ、大体ね、皆さんは見当ついてそうですけどもね、まあその通りなんです。野菜です。野菜ね、野菜の中でもですね、カルシウムをね、豊富に含んだ種類がね、いくつかあります。まあ、ざっと挙げますとですね、小松菜、モロヘイヤ、いりごまです。この3つがね、その、まあ、比較的カルシウムが多いとされています。あの小松菜はね、含有量で見るとですね、まあ、全体的にはほうれん草には若干及びませんけどもね、ビタミン類、ミネラル類などをね、まあ、どれをとっても非常に栄養価が高い緑黄色野菜であることはね、まあ言うまでもありません。そして小松菜はね、非常にたくさんのね、カロテンを含みます。ベータカロテンっていうのはですね、抗発がん作用とかね、免疫不活作用で知られていますけどもね、まあ、その他にもですね、体の中でビタミン A に変換されて、髪の毛の健康維持とかね、視力の維持、あとね、粘膜とかですね、皮膚の健康の維持、そしてですね、喉や肺の呼吸器系統をね、守る働きがね、あると言われてます。カルシウムやね、鉄分においてはですね、小松菜の方がほうれん草よりもたくさん含んでおります。そして次はね、モロヘイヤなんですけどもね、モロヘイヤにもね、ベータカロテンが豊富に含んでおりまして、その量はね、あの人参のベータカロテンのね、量をね、もうはるかに上回るんですよ。あの人参がね、 100g あたりですね、9600マイクログラムで、モロヘイヤがね、 100g あたりですね、1万マイクログラムなんですよ。まあすごい量ですよ。もうちょっとね、倍まではいきませんけども、まああのもうね、倍近くは入ってますよね。でもね、ベータカロテンだけじゃなくてですね、ビタミン E はね、ケールのね、約ね 2.7 倍なんです。そしてカルシウムはなんとですね、イワシ、マイワシってるでしょ、お魚のイワシね、あれの約 3.5 倍も含まれております。すごいですよね。その魚の中でもね、カルシウム率の高いイワシよりもね、多く含んでいるのはね、ほんまにすごいですよ。で、他にもね、鉄、マグネシウム、銅、亜鉛などのね、ミネラルでしょ、で葉酸を含むビタミン類っていうのもですね、もうバランスよくね、含まれてて、あの食物性食品が持つほとんどの栄養素を含んでおります。そのね、栄養素っていうのはですね、その単品で単体で取るよりもですね、その多種類をね、こう同時に取るの方が吸収率はすごい良くなりますし、それぞれの働きっていうのもこの相乗効果でね、すごい期待できるのでね、まあその意味でもね、そのたくさんの種類の栄養素を含むモロヘイヤ単品っていうのはね、理想的なね、野菜なんですよ。もう万能ですよね。すごいですね、モロヘイヤってね。でもね、特におっしゃるのがね、そのモロヘイヤに含まれるね、食物繊維なんですよ。食物繊維にはね、血糖値の上昇を抑えたり、血液中のコレステロール濃度を下げる働きがあって、糖尿病、脂質異常症などね、それから中間病予防のね、効果があるとされています。またね、腸内環境を整えることでね、便通が改善してね、あの美容の面でもね、いい効果がね、期待できます。もうモロヘイヤを食べたらね、もう他の野菜なんかほんまにいらんのちゃうかなってね、思うぐらいに思わせるその栄養素をたくさん含んでるんですけどもね、まあ次に行きましょう。
で最後はね、いりごまです。いりごまね、ごまにはね、この脂質、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、食物繊維というね、体に必要な栄養素がね、ぎっしり詰まっています。これもすごいですよね。でその栄養価はですね、食物性食品の中でもね、トップの近くをね、発しております。で1日大さじ2杯、20g、約 20g ですね、のごまをね、食べることでね、牛乳約1本分のカルシウムで、豆腐の3分の1腸のね、タンパク質で、ほうれん草 100g の鉄分、生わかめ 70g 分の食物繊維が含まれております。でちなみになんですけどもね、ごまの皮はね、硬いので、いりごまのまま食べてもね、栄養がね、なかなかね、こう吸収されないんですよ。なので栄養を吸収するには、すりごまとかね、ペースト状にしてね、食べるのがね、おすすめです。すごいですよね、小松菜、モロヘイヤ、いりごま。この3つの野菜を食べておけばですね、カルシウムが足らなくなる心配はありません。まあ、食べ方としてはね、小松菜、モロヘイヤをね、茹でて、いりごまのペーストにしたやつにね、こうディップしてね、食べたらね、美味しいですよね。まあ、ごまのペーストもね、売ってるからね、自分でわざわざ作らなくてもいいですしね、ほんまに簡単な料理なのでね、これはぜひね、食べてみてください。まあね、その牛乳やね、魚が苦手でしたらね、ぜひね、これでカルシウムを補ってください。カルシウムだけじゃなくてね、小松菜、モロヘイヤっていうのは他の栄養も入ってますので、ビタミン ACE、 ビタミン A と言われてるやつもね、入ってますんでね、ぜひね、進んで食べてみてください。でまたちなみになんですけどもね、カルシウムっていうのはビタミン D と一緒に摂ることでね、お互いの吸収率がね、アップしますんでね、ビタミン D の食材もね、使ってみてください。でまたさらにちなみになんですけどもね、このね、モロヘイヤ、小松菜をね、毎日食べようと思ったら、お味噌汁に入れるのがね、一番楽ちんかもしれませんね。まあそんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。